はい、どうも、はじめましての方は、はじめまして。他の動画をご覧くださっている方は、今回はコールビデオというワールドトップチームデスマッチプレイしてまいります。猫です。ステージがポイントというフォックでチームデスマッチです。で、今回紹介していく武器ですが、アサルト、サブマシンガンから4番目、4番目だったっけ？多分前に私読み方間違えてると思うんですよね。こちら、ワフィーから、エピックトリガーハッピー使ってプレイしてまいります。略してトリッピー。ワフィー、相談数30発、全 SMG 中最高のハイレートを誇ります。その代わり、ブレが相当激しいです。ではこちらを使ってやってまいりましょう。ちょっと待って、みんな被っててよくわからない。逃げる。死ぬ。あの世に滅死しちゃう。トーチかそば。センターからこう、後ろ？ OK。 この程度にワフィー、もうハイレートフリーって、普通に使っててもすんごいブレます。グリップつけてても結局ブレ激しいです。なので今回もう私もう制御することを忘れて、スタディエムに一応アドバンスライフリングつけて、もう腰ダメ運用を考えております。無理、カタツムリ、あんなの無理。それ左ね、いた、頭出ししてる、あれも無理。やった？ナイフ？こっちから回り込んで、いけるか？はーい。やんのかこら！死んだ。まあもうこの通り。で、うわ、何？目の前で人が死んだ。ハーブクシャナイスケ。ナイス。死ぬ。次来たら死ぬ。無視しちゃう。あのように。まあこの通りもう。ほとんど腰ダメで運用した方がいい感じの武器です。レッドドットファイトを振れたり、クイックドローを振れたり、グリップ振れたりしても、結局、ブレがあまりにも激しすぎて、制御しきれません、この武器は。ナイフキル！敵の戦闘機乗り？しゃがんで、どうにかなるようなことだったかな？流れはこちらにある。あんまりだから私、苦手な分類の武器です。レートが高い武器、しかもレート制御は難しい。別例の話なんですけど、BF4 とか AEK とかみたいに、ある程度レート制御できる武器だったらいいんですけども、レート制御できないんでね、もう、反動制御が難しい武器になっております。あと、弾の消費も激しいのね、これ。あー、もう7ハップしかない。どうしよう。いる？もうライン MP40 だったら全然制御できる。制御できるってか、そう、制御しやすい武器。はあ、どうし、回った。ガキ、よしよし、キルストリックが溜まってきたよ。やっぱり使いてー、どっかで使いてー、みんながいるうちに使う。救援物資を投下する。投下地点を守れ。偵察機飛行開始。あー、敵が来る、敵が来る、ベッターで来る。あ、早く。あー、戦闘機乗りが2個ある。トーチかないか。じゃあ戦闘機乗り使っても意味ないな。あ、ぶした。逃げてカット、よし、今こそ戦闘機乗りじゃ。ここら辺第1弾いきます。ファイヤー、近い、あれ絶対近い、あ、敵近かった。あー、たたたた死んだ。第2弾いきます。こっち一
もう一人が向こうか。あ、でも納屋方面にいると分かったね、今これで納屋方面の子出てくるかな。ナイフ出た。え、後ろ？お？あれ？歩兵だったのに映ってなかったか、今見落としただけかな。まあこの通りワフィ君、近距離ではほぼ最強を誇っておりますが、遠距離ですと本当にタップ打ちしないと敵殺せません。なのでぜひとも、ぜひともお使いになる際にはこのポイントデューホックのような狭いステージをおすすめいたします。狭いステージでガンガンこの腰ダメ運用で使うことが一番いい運用方法ではないんじゃないでしょうかね。いただき、しまった。あ、ごめん、なんかブルッ変えちゃってきた。はい、というわけで使ってまいりましたわ。ワフィからエピックトリガーハッピー、もう本当に名のごとく、もう弾ばらまくような SMG になっております。ぜひとも使う際には腰ダメ運用をしてみてはいかがでしょうか。というわけで最後抽選見て終わりにいたしましょう。さあ何が来るかな。ちなみに成績は、あ、見てなかったけど16の3だったんだ。やったぜ。では、これにて終了いたします。それでは、また。